ちゃんです。今日はですね、100均のセリアで見つけた優れものを紹介します。まあ、優れてるかどうかはね、まあ、個人差、まあこれいっちゃないみたいな感じなもんですね、私的に。まずはこれね、薬味入れにいっちゃないかなと思って、なんかデザインも入っとる、なんか可愛いよこれ。冷蔵庫薬味入れとこうかなと思って、そしてじゃじゃーん、これ LED ライト付き耳かき、これしかもついとるとよ。まあテスト用の電池やけんね、まあ、いつ切れるかわからんけど、これねめっちゃいい。私もあの子供に使ってますよこれね。ピカーン、これで根こそぎ取れるわけですよ。これちゃんと一応ここが曲がっとる、まあ、でもねこれなんか樹脂やけん痛くはない、うん、これめっちゃ便利ね。そしてこれハサミだよ、ハサミ。これさちょっとペンみたいね、見た目は。だけどよっ、ほらこうやってハサミになる。これいいね、コンパクトでね。あ、ポケットとかにもさせるし、これペンケースとかにも入れれるね。これでも税関とかどげんちゃろ、引っかかるとかいいな。でも普通に入れとったらペンみたいと思うけど分からんめえね。とりあえずここ置いとこう。そして次、これも100円よ。これもまあ今時結構似たようなのはあるけど、これなんかクオリティない、めっちゃかわいい。これカラフルで、これにはめて使うっちゃうね。あ、ちょうどいい感じやね、女性とかにいいねこれ。100円や、すごいよね。最近100均ってさ何でもあるけんすごい。昔はね結構なんか大昔はねしょぼいもんしか売っとらんかったけど、入らんくなった。ちょっと待って、ちょっといいや、これね並べときましょうね。最近はさすごいもんいっぱい売っとるね。そしてね、私これよくうちに大量ですけど、これめっちゃいいんですよ。仕切りはね動かせないんですけど、まあ、小物とか入れるのにいいんですけど、私はどんな感じで使ってるかというと、私はお仕事のね材料をね入れて石ごとに分けてるんですね。これちなみにスワロフスキーメインで入れてるんですけど、こんな感じで入れとくとねめっちゃ見やすいし便利。100円よこれ、もう使えるね。そしてじゃーん、これさガラスかなと思ったらガラスじゃない。これ結構なんかお菓子とか入れてさ、ちょっとおさに置いとってもいいんじゃないかなと思って、なんか可愛いよ。ちょっとお菓子入れてみよっか。しかもね結構入る、なんかなんやらかんやら、あのちゃんとかこれいい、かわいい。なんかテーブルとかに置いとったら、よし、これ子供がさ落としても割れんけんいいね。これいいよ絶対、かわいい。意外に大きいし、しかも、ね、そして次これね、以前ね韓国で300円ぐらいで買ったけど100均にあった。これね SML あったかな。でもね私普通は M なんだけど、ピンクが好きだから S を買ったんですよ。手が入るかっちゅう問題ですよね。ちょっとはめてみたいと思います。開け口がないよ、開け口がない。横から開けようか、開け口。ちょっと待って、こういう時こそこれ、あ、ほんとや、すいません、横に娘がいました。こういう時こそこれ、いいところにおっ役に立つね。これチョキチョキ、あ、すごい
しんなり切れる ね, ね。そうそう、こういう時こそこれだ。ほら、これさ、可愛いしね。冬とか手首も寒くない。ね、ただ S やけん入るかっていう問題。あ、伸びるけん入る。ほら、全然大丈夫。余裕のよっちゃん。これいいね。可愛いこれ。ここ可愛いよ。いろんな色があったよ。4色ぐらい。これめっちゃおすすめ。あ、でも韓国のはね、中もね、ふわふわであったかかった。これはね、中ビニールやけんね。まあやっぱ100円やね。しょうがない。100円に文句言っちゃいかん。ね、そして、最後は、これ。この長いやつね。これはね、便利かって、余ったパスタとか、まあそうめんとか、長いもの入れれるんですよ、これ。そしてさ、ここ日にちとかもほら、書いて、なんか書いとけばいい。ような事項ね。これいいね。でこのままなんか冷凍とかもできるけんね。長いもので冷凍って何があるっちゃろうね。これはいいわ、ね、今日はねこんなお買い物しましたよ、セリア。まあね、ダイソーとかあとキャンドゥとかもあるけど、可愛いわね。やっぱりセリアが可愛いかなって思うけど。いつもご視聴ありがとうございます。それではまたねー。